皆さん、こんにちは。猫です。この動画は、みなさんが高速道路を利用する際に気をつけてほしいことをお伝えする動画です。それでは皆さん、スタートなのです。スマートインターチェンジをまだ一度も使ったことがない方、結構いますよね。知っていると、とっても簡単で便利な、 高速道路の出入り口なんです。スマートインターチェンジとは ETC 専用のインターチェンジのことで、スマートインターチェンジにはパーキングエリア接続型と本線直結型の2種類、どちらも簡単に高速道路に乗り降りできるんです。通行方法は簡単。レーンに入る前に安全確認をして、そしてバーが開いたらゆっくりと進んでください。 通通常のインンターチェンジででは行行して通行できますが、スマートインターチェンジではバーの手前で一旦停止が必要です ETC カードや車載機の異常でバーが開かないなどのトラブルが起きた時はそのままストップ係員がインターホンで案内します案内に従ってくださいいかがでしたか簡単そうでしょこれならあなたも スマートインターチェンジを安心して通行できそうですね簡単便利なスマートインターチェンジの通り方ネクスコ東日本の猫がお届けしましまたそれでは皆さんまったねーあなたにベストウェイ・ネクスコ東日本